中国ニュースを解説するニュースフォーカス、ご案内は劉衛です。今回の話題はこちら。香港故宮が開館、オープニング展には北京の文化財900点以上が。香港で7月3日、香港故宮文化博物館の一般公開が始まりました。館内には北京故宮博物院から貸し出された収蔵品900点以上が展示されています。香港の九龍地区に建設された香港故宮こと香港故宮文化博物館が7月3日にオープンしました。この博物館の展示品は北京にある故宮博物院が収蔵する書物、陶磁器、像、絵画など186万点の中から選ばれ、期間ごとに貸し出される形となります。開館初日から始まったオープニング展では文化財914点がローテーション方式で展示されています。この中には国宝にあたる国家一級文化財も166点含まれています。今回の展示は9つのテーマに分けられています。例えば第1エリアは故宮の建築や文化をテーマとしていて、第2エリアには清朝の宮廷生活をテーマに、乾隆帝が着ていた衣装なども展示されています。その他には新石器時代から清朝までの陶磁器が陳列されたエリアや、皇帝と皇后の肖像画のエリアなども。下書きを終えて色をつけ始めたところで未完成となっている珍しい状態の肖像画もあります。そして第8エリアと第9エリアには特別展覧と称して希少価値が高い作品や海外の博物館から貸し出された芸術品が展示されています。今回特に注目されている清から唐、宋、元朝にわたる中国書画史上の古典的名作35点の展示もここで行われています。この香港故宮のニュースを見ていますと、報道ごとに目玉と言える展示品を紹介しているようですが、では私のおすすめは何かと言いますと、全部と答えざるを得ません。というのも今回の展示品のほとんどが香港では初公開だからです。この展示そのものが歴史的な出来事として見逃せない機会だと言えるでしょう。香港故宮文化博物館は香港の政宮文化区管理局と北京の故宮博物院の共同プロジェクトとして設立されました。その目的は主に2つあります。まずは中国の文化芸術の研究と鑑賞の推進、博物館らしい目的ですね。重要なのは2つ目です。異なる文明間の対話の促進、つまり香港故宮に期待されている役割というのは、故宮博物院と海外の文化機構との交流と対話のプラットフォームになること、中国と海外の間の文化の窓口になることなんです。このことについて故宮博物院の王旭棟院長は、香港には中国と西洋の文化が交わるという特色があり、双方の文化を解釈する上での優位性になると評価しています。その優位性を体現する良い例が今回の特別展覧にある馬がテーマの展示です。人間と馬の関係を紐解く内容で、皇帝が使っていた馬具が並んでいますが、同じ空間にはパリのルーブル美術館から借りてきたルイ14世の騎馬像もあります。まさに中国と西洋の文化が融合した歴史と芸術の空間が生まれています。中国と海外の文化の橋渡しになる香港故宮の魅力、伝わったでしょうか。ところで皆さんは故宮という名前の場所、いくつあるかご存知でしょうか。北京の故宮博物院に香港故宮文化博物館、それからこれを機にぜひ覚えていってください。まずはおさらい。世界遺産にも登録された北京の故宮博物院、そもそも故宮とはかつて皇帝が住んだ宮殿のことで、ここは正式には紫禁城という宮城です。1420年に建てられ、明と清の歴代皇帝24人が暮らしました。現代に残る木造の古建築群としては世界最大規模で、北京観光では外せない名所となっています。同じく世界遺産に登録されているのが遼寧省瀋陽市にある瀋陽故宮です。1636年に清朝の初代皇帝と第2代皇帝により建てられました。北京の故宮の12分の1の大きさではありますが、
70棟を超える建物が立ち並び、満州族の威厳と風格が感じられます。ここは北京に都を移した後も離宮として使用されました。続いてはこちら、南京故宮です。意外と知られていないかもしれません。明の都が南京から北京に遷都する前、1392年に建てられました。紫禁城のプロトタイプといえる建築です。最後に紹介するのはこちらの台北故宮。白菜そっくりに彫刻された翡翠、水玉白菜は日本でも有名でしょう。台北市郊外に1965年に建てられ、文化財69万点以上が保管されています。北京の故宮といえば、近年は次々にクリエイティビティにあふれたグッズを打ち出すことで、古いイメージを脱却し、歴史観光に新たな風を吹き込めました。そして今回オープンした香港故宮、中国文化と西洋文化が溶け合う香港の地に開かれた文化の窓はどんな風を吹かせてくれるのでしょうか。ニュースフォーカス、劉英がお伝えしました。